あ、今で言うアクセル、これがブリーチですね。これも当時のまま、全く、これは当時のままです。かつて寒河江と西川を結んだ鉄道路線、旧三山線の木造車両モハ103の修繕が完了しました。最終的にはどんな風になるのかなという期待もあったんですけど、こんなに綺麗になるとはちょっと思ってなくて、天井の屋根の下の部分の円形になっている部分とかですね、そこの辺がやっぱり一番見てほしいな。モハ103は1926年に三山線の第1号車両として製造され、住民や出羽三山参拝者の足として活躍。1974年の路線廃止後、76年から西川町の月山の酒蔵資料館敷地内に展示されていましたが、近年は雪の重みで屋根が陥没し、雪除けの屋根や防風ネットを設置するなどして対応していました。修繕は三山電車保存会を中心に実施。全国の鉄道ファンらの協力もあり、クラウドファンディングでおよそ1500万円が集まりました。来年で100年になるんですけど、今の人たちにあと100年ずっと因果を引き継げるような形になってよかったな。大正時代の大正15年の車両ですので、あ、こんな姿だったんだというものをやっぱりみんなで思っていただければいいのかなというふうに思ってますね。